月の石、月の石、月の石は月で生成された石。月の石という故障は厳密なものではなく、月面探索中に収集された他の物質についても用いられる。現在地球上には以下3種類のソースから採集された月の石が存在する。2415サンプル、総重量3 8 2ラムが主にアポロ15、16、17号によって、 6度のアポロ計画による月面探索中に採集された。3期のルナ計画宇宙探査機はさらに3 2 6ムのサンプルを持ち帰った。2006年後期において月から飛来した隕石は90以上、総重量3 0ラム以上確認されている。アポロ計画において月の石はハンマー、冷気、スコップ、トング、コアチューブといった 様々な道具を使って採集された。石のほとんどは採集前に発見された時点の状態を写真に記録された。石は採集時にサンプル袋に一旦入れられ、それから汚染を防ぐための特別環境資料容器に格納され地球へ持ち帰られた。放射年代測定によると一般に月の石は地球上の石に比べはるかに古く最も新しいものでも 地球上に見られる最古の石より古い。その年代は、月の海から採集された玄武岩サンプルの32億歳から、高原地帯で採集されたものの46億歳と、幅広く太陽系生成早期に遡るサンプル資料となる。月の石は超塩気性岩や塩気性岩であり、地球表面上で一般的に見られる近くの岩石と比べると、月の石は、 地球の岩石と比較して、マグネシウムに対する鉄の含有量が少なく、カリウム、ナトリウムといった、揮発性元素が地球の近く岩石と比べて乏しく、また、水分をほとんど含まない。他方、酸素同位体において、非常によく似た性質を持つ。かつては、水分子を全く含まないと思われていたが、2008年になって微量な分子も検知できる二次。 イオン質量分析法を使用することでごくごく微量の水が含まれていることが判明し、月の地中深くには地球のマグマと同様の水分が含まれている可能性が出てきた。2011年の北海道大学のグループのシムズを用いた研究成果では、月の水は地球のそれとは水素同位体比が異なり、水性の水素同位体比に似ている。月面は砂。 レゴリスによって覆われている。レゴリスは隕石などによって細かく砕かれた石が積もったものであり、月面のほぼ全体を数十センチメートルから数十メートルの厚さで覆っている。より新しいクレーターなどの若い地形ほど層が浅い。非常に細かく宇宙服や精密機械などに入り込みやすく問題を起こす。しかしその一方でレゴリスの 約半分は酸素で構成されており、酸素の供給源や建築材料としても期待されている。また太陽風によって運ばれた水素やヘリウム酸が吸着されており、その密度は低いもののそれらの供給源としても考えられている。ヘリウム酸は核融合の原料となる。月面で発見された新鉱物にはアポロ11号に登場していた3名の 宇宙飛行士のアームストロング、オルドリン、そしてコリンズにちなんで名付けられたアーマルコライトがある。ただし、アーマルコライトは、後に地球上でも発見されたため、月に固有の鉱物というわけではない。アポロ計画によって持ち帰られた月の石の主な貯蔵庫は、テキサス州ヒューストンのリンドン B ・ジョンソン宇宙センター内、月面資料館にある。安全のために、 テキサス州サンアントニオにあるブルックス空軍基地にも少量の資料が保管してある。ほとんどの石は湿度を遮断するために窒素の中に保存してあり、取り扱いは特殊なツールを介して行われる。月面探索の際に採集された月の石は現在のところ非常に貴重なものとされており、1993年にルナ16号から採取されたおよそ 0.2g の 商談ペンが44万2500ベドルで売却され、2002年には月面資料館から極めて微小な月とか製の岩石資料が入った保管庫が盗まれた。これらの資料は後に回収されたが、2003年にアメリカ航空宇宙局が訴訟のために、これらの価値を算出したところ、285グラムに対しておよそ100万ドルの査定額が付けられた。 月から飛来した隕石については高額ではあるが、個人収集家の間で広く取引されている。日本では、1970年の大阪万博において、アメリカ間で実物が展示され、人気を博した。あまりにも反響が大きすぎたため、入館待ち行列、時間が長くなり、体調を崩す来場客が相次ぎ、事態を重く見た日本政府が、万博開催前に、 政府間レベルの有効の証として、アメリカ政府から寄贈されていた月の石。ただし、大石は、アメリカ間で展示されていたものより、はるかに小さいの日本間展示を回帰途中から始め、アメリカ間関係者から、不満、苦情を寄せられたという話もある。その後、2005年の愛知万パクでも、グローバルハウスのオレンジホール内のグローバルショーケースに、 大阪万博のものとは別のものが展示され、大阪万博で断念した来場客を喜ばせることとなった。常設の展示品としては、国立科学博物館で見ることができる。また、2018年12月22日から、北九州市立命の旅博物館で常設展示されている。これは、1969年にアポロ12号が持ち帰った実物で、 重さは1 7 6 4ムと国内で常設展示されている中で最大1990年から2017年まで博物館の隣接地にあったテーマパークスペースワールドに展示されていたものである。2009年8月、オランダのアムステルダム国立美術館は所蔵しているガツの石が実際には樹木の化石だったことを明らかにした。 この樹木の化石は、1969年に、ウィリアム・ミッテンドーフ中オランダ米大使から、同年7月10日に、人類初の月面着陸を果たした、米国人宇宙飛行士ら3人からの贈り物として、元首相のウィリアム・ドレース個人に贈られたとされ、ドレースの死後の1988年に遺品として、美術館に寄贈された。今後は、ドレース死の月の遺として、所蔵を続けるという、 誤りが発覚したのは2006年に展示品を見た宇宙関係の専門家からの指摘をきっかけに地元大学で鑑定を行ったためだが長年間違いが気づかれなかったのは博物館ではなく科学は専門外である美術館が管理していたことが理由として考えられるアポロ計画陰謀論を取り扱ったテレビ番組において和瀬田大学の客員名誉教授であり タレントの大月義彦がアポロの回収した月の石は偽物でアメリカの砂漠で拾ってきたものではないかとの談話を繰り返し発言している。これらはニュース番組ではなくあくまでバラエティ番組ではあるが彼の発言には多数の事実誤認が見られる。またブログではアポロ計画で設置されたレーザー反射鏡での実験が現在できないと発言しているが 現在もカリフォルニア大学サンディエゴ校でと称したレーザー速居実験は行われてる。大月は反オカルト主義の物理学者としてテレビ番組に多く出演しているが、専門分野はプラズマ物理学、放射線物性、核物性、大気電気学である。同位体地質学、地球科学、宇宙科学、岩石学、鉱物学は専門外である。 もし月の意思が偽物であれば、科学に対する歴史的配信行為となるはずであり、ジョークでは済まされない重要事項である。大月が本気でそれを主張するのであれば、科学者の常識として該当分野の学会で堂々と意見を述べ科学論文専門誌に投稿し、討論すべきである。彼はそれを行っていない。すなわち、彼が捏造と主張する問題に真面目に取り組んではいない。 彼が専門外の分野でマスコミを通じて繰り返しこのような論を展開するに至った理由不明である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。